インドネシアが日本を拒否し、また中国を選ぶという裏切り行為には呆れるばかりです。インドネシアがまたしても日本を裏切る決断を下しました。今回はニッケル精錬場建設計画で日本の住友金属鉱山とのプロジェクトが突然中止となり、中国との新たな契約が突如発表されたのです。前回の高速鉄道に続くくら替えで、このニュースに世界中が驚愕しています。皆さんもこのインドネシアの対応は日本に対する裏切りだと思いませんか？なぜインドネシアは日本の技術力を無視して懲りることなく中国に乗り換えるのか、その背景や中国との契約内容と現状について詳しく掘り下げてみたいと思います。果たしてインドネシアは本当にいい選択をしたのでしょうか。1. 再び日本を裏切ったインドネシア。インドネシアが日本の住友金属鉱山とのニッケル精錬所プロジェクトを突如中止し、中国企業と新たに契約を結んだというニュースが波紋を広げています。あれ、前にも聞いたことがあるようなと思われた方もいらっしゃると思います。実は前回も似たような事例がありましたよね。この出来事は高速鉄道建設の際に日本の提案を却下し中国に乗り換えた経緯と重なることもあって、日本に対する2度目の裏切りのように感じてしまいます。今回日本企業である住友金属鉱山はインドネシア中部のスラウェシ島ポマラ地区にニッケル精錬所を建設する大規模なプロジェクトを計画しました。このプロジェクトは2012年に事業化の検討を開始し、コロナ禍の影響も受けながら10年近くの歳月をかけて綿密に進められてきたのです。計画では2020年代後半には年間4万トンのニッケル原料の生産が予定されており、投資額はなんと数千億円規模。しかし2022年4月25日住友金属鉱山は突如このポマラプロジェクトの事業化検討を中止すると発表したのです。この突然の決定は日本にとって大きなショックでした。そしてさらにこの後驚かされたのは、中止発表からわずか3日後、プロジェクトのパートナーである PT バーレインドネシアが中国の非鉄企業コワヨーコバルト業と新たに基本契約を結んだと発表したことでした。両社の合意内容として年間12万トンのニッケル精錬所を建設し、3年以内に操業を開始するという計画が明らかになったのです。インドネシア政府との事業契約の条件として、 PT バーレインドネシアは2025年12月までに何らかの操業を開始しなければならないという事情がありました。住友金属鉱山がプロジェクトを中止した理由は、 PT バーレインドネシアとのスケジュールが合わなかったことだと言われています。しかしコロナ禍の影響などを考慮し、2025年までに事業化を正式決定することで一致していたものの、2022年に入ってから PT バーレインドネシアは手のひらを返したように早期の生産開始を求めるようになりました。これに対して住友金属鉱山も新たなプランを提示しましたが、双方のビジョンが一致せず、結果としてプロジェクトは解消される運びとなりました。しかし住友金属鉱山の対応が遅かったわけではありません。実は事業環境許可やダム建設のための許認可が全く取れていないため、木の伐採すら満足にできない状況だったのです。このように取得や開発準備が整っていない現実を考えると、2025年までの商業化は非現実的で、ただ単にインドネシア側の問題のような気がしてなりません。実際のところどのような事情があったのでしょうか。 2. 中国を選んだ経緯。インドネシアが日本を退け中国企業と契約するという決断にはいくつかの背景があるようです。まず第一に、インドネシアは近年一次産品の輸出に依存した経済構造から脱却を画策。具体的には国内での加工と精錬を増やし、
高付加価値分野にシフトすることを目指しており、そのため未加工の鉱石輸出を禁じ、国内での加工を進める政策を強化しているのです。この一環としてインドネシア政府は特定の鉱石に対する輸出禁止措置を次々と導入してきました。2020年にニッケル鉱山の輸出を禁止し、さらに2023年にボーキサイト鉱山の輸出も禁止、そして2024年5月からは鉄鉱石や亜鉛などの未加工鉱石の輸出も全面的に禁止されます。このような措置は国内での加工貿易を促進するためのものとされています。そんな中でインドネシアが中国を選んだ理由ですが、一言で言えばスピードと資金力です。中国企業はインドネシア国内での加工設備建設に巨額の投資を行っています。例えば中国の鉱山3社は合計86億ドル、日本円で約6800億円を投じて鉄鉱石とアルミナの精錬所を建設する計画が進行中です。これにより約4万6000人もの新規雇用が創出され、このような大規模な投資とそのスピードがインドネシア政府にとって大きな魅力となったのは明らかですね。さらに中国企業はインドネシアの鉱山政策に適応するために迅速に精錬所を建設し、その運営を開始する計画を提示しました。これに対し住友金属鉱山は計画の進行がやや遅れていたため、インドネシアの求めるタイムラインに合わなかったことも一因のようです。また中国からの直接投資が急増していることも見逃せません。インドネシアは中国からの投資を歓迎し、さまざまなプロジェクトで協力を深めています。2020年のニッケル鉱山輸出禁止以降、中国からの精錬所建設に向けた直接投資が急増し、莫大な利益を生み出しています。このような背景から、インドネシアは中国との関係を強化し、共同プロジェクトを進めることを選んだようです。 3. インドネシアの現状と課題。現在、このプロジェクトはどのような状況になっているのでしょうか。2023年、インドネシアでの大規模な精錬所建設が発表されました。合同で建設に携わることになったのが、オリエンタルマイニング&ミネラルズリソーシズ、ルイトンインベストメント、そして北京シュワンゾングリインベストメントマネジメントの3社です。先ほども述べたように、86億ドルもの投資と、4万6000人の雇用を生み出す大プロジェクトです。しかし様々な問題も浮上しているのです。まず問題点として挙げられるのは精錬所建設の進捗状況で、現地報道によれば予定されていたプロジェクトの多くが予定通りに進んでいない状況。特にインフラ整備が遅れているため、中国企業が計画している精錬所の完成時期が大幅に遅れる可能性が高いと指摘されています。計画では2025年12月までに稼働を開始することを目標としているようですが、現地の状況を見る限りこれが実現するかどうかは不透明な様子。また法的な課題も存在します。一部の中国企業がインドネシアの規制を無視し、違法に鉱石を輸出しているという指摘があるようなのです。インドネシア政府はこれに対する調査を進めており、違法行為を厳重に取り締まろうとしています。これらの問題にもかかわらず、中国企業はインドネシアでの精錬所建設を続けているのです。なんやら嫌な予感がしますよね。中国からの直接投資は増加しており、インドネシアの金属加工業発展に寄与している一方で、中国による資源支配という懸念も拡大しています。このような状況からは、インドネシアが中国との戦略的な提携をどう管理していくかが今後の重要な課題といえます。このようにインドネシアにおけるニッケル精錬所建設プロジェクトは経済的な発展を目指す一方で、多くの課題を抱えているようです。 4. 労働環境と安全性。さらに深刻なのは労働者の待遇や労働条件をめぐる抗議活動と、頻発する火災事故や労働者の死亡事件が起きていることです。2023年1月14日、労働者による大規模な暴動が発生しました。
この暴動は中国のジアンスーデアンニッケル業傘下のガンバスターニッカルインダストリーが運営する製錬所で起こりました。インドネシア人従業員らは労働条件や賃金の改善を求めてストライキを行っており、その過程で警備員と衝突。これが引き金となり、重機や車両に放火する暴動に発展したのです。この暴動で中国人とインドネシア人の従業員計2名が命を落とし、少なくとも71名の従業員が拘束される結果となってしまいました。また安全性の面でも大きな問題が。2023年12月24日にはスラウェシ島にある中国企業によるニッケル製錬所で火災が発生しました。この火災ではなんと19名の労働者が犠牲に。そのうち8名は中国人労働者だったことが明らかになっています。火災の原因はまだ特定されていませんが、この一件によりインドネシア国内で労働者の権利を守る声が一層高まっています。事故から3日後には同じ地区でおよそ300人の労働者が集会を開き、安全基準の改善を求めて平和的なデモを行いました。特に労働者たちは要求が満たされなければストライキに突入する姿勢を見せていました。労働者が団結するのも当然ですよね。工業団地一帯では7万人もの人々がニッケル加工を中心とした労働に従事しており、いつ重大な事故に巻き込まれるかわからない状況だからです。前述の火災事故だけでなく、劣悪な労働環境が背景にあるため、彼らが安全確保を強く求めるのは自然な流れでしょう。こうした事態は中国企業の運営体制に問題があると考えられます。コスト削減と利益追求を重視するあまり、労働者の安全や待遇が軽視される傾向があるからです。もしこのプロジェクトが日本企業が関わるものであったならば、労働者の待遇や安全はもっと守られていたはずでしょう。日本企業は労働者の権利や安全を重視する文化が根付いており、そのための安全対策や労働環境改善にも努めているからです。このような背景から、日本を拒否し中国と契約したインドネシアの決定は、労働者の安全性や待遇に悪影響を及ぼしていると言えるでしょう。5、インドネシア国内の反応。インドネシアが日本を裏切り、中国とのニッケル製錬所契約を選んだことに対して、実はインドネシア国内でも様々な反応が飛び交っています。一部の政府関係者や経済評論家は、中国の大規模投資を地域経済の発展につなげる好機と捉え、積極的な支持を表明しています。特にインドネシア経済にとって金属加工業の発展は必要不可欠と考える人々からの賛成意見が目立ちます。その一方で、インドネシアの市民の中には懸念の声も少なくありません。中国による資源支配が進むのではないかという不安を抱く人が増えているのです。この懸念は特にニッケルやその他の金属資源がインドネシア国内で適切に管理されず、中国企業の支配下に置かれてしまうのではないかという点にあります。実際、元副大統領のユフスカラ氏は今年の発言で、我が国のニッケル産業の 90% は中国の支配下にあると警告しました。また先にも述べましたが、ニッケル鉱石が違法に中国へ輸出されている疑惑もしかり、インドネシアの国内メディアもこの問題を取り上げ、政府の方針に対する批判的な報道が増えています。メディアは、中国による投資が果たしてインドネシア経済にとって真にプラスとなるのか、という観点から投資の持続可能性や労働者の保護について疑念を投げかけています。現地紙の中には、政府が中国の影響力に抵抗できないことを批判し、独立した経済政策の必要性を訴える立場のものもあります。また、一般市民からは、日本との契約を再び裏切る形になったことに対する不満の声も上がっているようです。以前の高速鉄道計画でも、日本の提案を却下して中国を選んだことがあり、その際もインフラの質や安全性については疑問視されていました。
こうした経緯が重なり、市民たちが政府の判断に対して疑念を抱くのは当然のことと言えるでしょう。6. 日本との比較と未来展望。インドネシアが中国に頼る姿勢は日本にとっても大きな失望を生みました。実際に住友金属鉱山と中国企業、果たしてどちらが適切なパートナーだったのでしょうか。まず日本と中国のスケジュール管理について考えてみましょう。日本の企業、中でも住友金属鉱山は非常に慎重かつ計画的にプロジェクトを進めることで知られています。プロジェクトの立ち上げから完成まで一貫した品質管理と安全対策が徹底されているのです。そのため一定の時間がかかるのは避けられませんが、その分品質保証や安全性が高い水準で保たれます。一方、中国の企業はより短期間でのプロジェクト完成を目指す傾向があります。この迅速な進行は成果を早く出すためには効果的かもしれませんが、安全対策や品質管理が犠牲になることも少なくありません。実際、中国企業が手掛けたプロジェクトでは火災や労働環境の問題が頻発しており、安全性に対する懸念はつきません。では日本が再度表舞台に立つために取るべき対策は何でしょうか。まず日本政府及び企業はこれまで以上に現地の要求に柔軟に応じる姿勢を示す必要があると言えます。例えばスケジュールの短縮化やコストの削減をどう実現するかについての具体的な対策を講じることが求められるでしょう。さらに技術の優位性と安全性を強調し、信頼性の高さをアピールすることも重要です。日本が誇る高度な技術と安全管理のノウハウは長期的には必ず評価される資産となります。これを生かし、インドネシアのような新興国に対して再びアプローチを強化するべきです。将来的には中国とインドネシアの関係がどう展開していくかも注視する必要がありますね。現時点では中国の経済的影響力が圧倒的であるため、インドネシアも中国の要求に応えざるを得ない状況です。しかし一方で、労働環境の悪化や安全性の問題が続けば、インドネシア国内での反発も増える可能性は大いにあります。今後インドネシアが再び日本に目を向けるチャンスが訪れる時が来るかもしれません。その時に備えて、日本は日常的なアプローチを継続することが重要となるでしょう。さて今回はインドネシアが日本のニッケル精錬所計画を拒否し、中国企業とくら替えした背景について深掘りしてきましたが、いかがだったでしょうか。再度日本への裏切り行為、そしてその後も続くインドネシアの不透明な対応に多くの方が驚いたと思います。特にインドネシアと中国の間での工業・労働環境に関するトラブルや安全性の問題には本当に心配せざるを得ませんね。中国企業が急速にインドネシア市場に参入し、短期間で利益を追求する姿勢が浮き彫りとなる一方で、労働者たちは過酷な状況に置かれています。日本の住友金属鉱山が計画していたような長期的かつ安全な運営ができていれば、きっと多くの問題は起こらなかったでしょう。インドネシアが今後中国との関係をどのように進めていくのか、そしてその結果がどうなっていくのか、引き続き注視していく必要があります。また日本としても再度の裏切りを受けたこの状況から次の一手をどう打っていくべきか考え直す時かもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。